聖杯唱詩詩編32編1節2節をお読みいたします。ダビデの詩マスキール。いかに幸いなことでしょう、背きを許され罪を覆っていただいた者は。いかに幸いなことでしょう、主に咎を数えられず心に欺きのない人は。お差し支えのある方はそのままで結構でございます。お立ちいただきまして、新聖歌20番をもって共に主を賛美いたします。一緒に主の祈りをお祈りいたします。主の祈りは週報の裏側に印刷されているほか、前方のスクリーンに映し出されております。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく
地にもなさせたまえ。我らの日用の糧を今日も与えたまえ。我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ。我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄えとは、限りなく汝のものなればなり。アーメン。おかけください。新聖歌102番をもって共に主を賛美いたします。講読文2番、新聖歌931ページでございます。新聖歌931ページ、講読文2番、詩編第8編。司会者が細い字の部分を読みいたしますので、皆様ご一緒に太い字あるいは下線の引かれている部分をお読みください。主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。天に輝くあなたの御声を称えます。幼子血のみ子の口によって、あなたは歯向かう者に向かって砦を築き、多くする敵を立ち滅ぼされます。あなたの天を、あなたの指の技を私は仰ぎます。月も星もあなたが配置なさったもの、そのあなたが御心に留めてくださるとは、人間は何者なのでしょう。人の子は何者なのでしょう。あなたが帰りにてくださるとは。神にわずかに劣る者として人を作り、なお栄光と意向を冠としていただかせ、御手によって作られたものを捨てて納めるように、その足元に置かれました。
羊も牛も野の獣も、空の鳥、海の魚、海水中を食べる者も、主よ、私たちの主よ、あなたの皆はいかに力強く全地に満ちていることでしょう。この礼拝のためのお祈りを司会者がさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、今日は本当に穏やかな天候を整えてくださって、私たち一人一人を励ましてこの礼拝堂に集めてくださいましたこと、ありがとうございます。私たちはこのレントの期間、あなたのご受難を思いながら過ごしております。どうかあなたが示してくださったその尊い犠牲、そして復活の喜びを私たちが本当に心に刻むことができますように、私たちを助けてください。思いがありながらここに集えない方々のことを覚えます。病の中にある方には癒しを、困難の中にある方には解決を、イエス様が直接に尋ねてくださって、あなたがその救いの道筋を示してください。私たちは御言葉を待ち望んでおります。メッセージを取り継いでくださる江上先生を聖霊で満たし、ますます力強く御言葉が語られますよう尊くお持ちください。聞く私たちの心も整えてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条を持って信仰告白をいたします。使徒信条は前方のスクリーンに映し出されているほか、お手元の集報の裏側に印刷されております。使徒信条。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により出宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。新聖歌34番をもって共に主を賛美いたします。離れゆきていつこに
聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はマタイによる福音書26章31節から35節と69節から75節でございます。新共同訳聖書後ろの方の新約聖書53ページマタイによる福音書26章31節からペトロの離反を予告すると題された箇所からでございます。その時イエスは弟子たちに言われた。今夜あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラヤへ行く。するとペトロが、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言った。イエスは言われた。はっきり言っておく、あなたは今夜鶏が鳴く前に三度私のことを知らないと言うだろう。ペトロは、たとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しませんと言った。弟子たちも皆同じように言った。55ページ69節からペトロイエスを知らないというという箇所でございます。ペトロは外にいて中庭に座っていた。そこへ一人の女中が近寄ってきて、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたと言った。ペトロは皆の前でそれを打ち消して、何のことを言っているのか私にはわからないと言った。ペトロが門の方に行くと他の女中が彼に目を留め、居合わせた人々に、この人はナザレのイエスと一緒にいましたと言った。そこでペトロは再び、そんな人は知らないと誓って打ち消した。しばらくしてそこにいた人々が近寄ってきてペトロに言った。確かにお前もあの連中の仲間だ。言葉遣いでそれがわかる。その時ペトロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとすぐ鶏が鳴いた。ペトロは、鶏が鳴く前にあなたは三度私を知らないと言うだろうと言われたイエスの言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。本日はペトロお前もかと題しまして、江上先生にメッセージを取り継いでいただきます。皆さんおはようございます。おはようございます。お祈りをいたします。黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、尊いあなたの御名をあがめて心から主を賛美いたします。過ぎました2月の月、そしてこの週もあなたの愛と恵みの中で支えられて過ごすことのできましたこと、守られたことを心から感謝いたします。この2月の月、あるいはこの週において、辛いことや悲しいことや痛ましいこと、嫌なこと、そのようなことを経験なさった方々の上には、より強い主イエスキリスト様の強い眼差しと、より温かなあなたの支えと守りがそこにあったことを信じて、主の皆をあがめます。3月の第1日曜日、第2礼拝、受難節の第3週日として、私たちは心を合わせ、心を一つにし、心を注ぎ出して、私たちの救い主なるイエス様、あなたを賛美し礼拝できますことをありがとうございます。あなたは目に見ることはできませんが、確かに生きておられるお方、この礼拝に共におられ、いや中心にいてくださって、この礼拝を祝福してあなたが導いていてくださることを心から感謝いたします。一人一人に御手をつけて、あなたの愛と恵みで満たしてください。病んでいる者、癒しを必要としている者には、全能の主、愛の主、復活の主が望んでくださって、癒し強めてください。悩み苦しみ落ち込んでいる者には、御言葉を通し聖霊様が慰めと励ましと勇気をお与えくださるようによろしくお願いいたします。語る者、本当に弱き者、小さき者ですから、イエス様、あなたの恵みの十字架の陰にこの者を隠して、
聖霊なる神様が今日開かれた御言葉を通して一人一人にあなたの御心をお示しくださるように、聞くお一人お一人も信仰が与えられ、霊の目が開かれて御言葉にしっかり立って、この一週間も主と共に歩ませてくださるように、一切を御手に委ね、あなたにのみ期待して、この祈り尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。3月の第1日曜日を迎えました。今日もこうして皆さんと一緒に礼を捧げることのできる恵みを感謝しています。今日も20度ぐらいになるそうですね。暖かくなってきましたけれども、花粉症の人はつらい。私も軽い花粉症なんです。ひどい方もいらっしゃると思いますけれども、春が近づくのは嬉しいけど、花粉症が嫌だな、ずっと冬のままであったらというような思いがあるかもしれませんけれども、花粉症の人も花粉症でない人も今日は共に集められて礼拝を捧げることができることを感謝しています。2017年度の最後の月を迎えました。この月も本当にイエス様に信頼して歩んでまいりましょう。今日は今読んでいただいたマタイによる福音書の26章の31節から35節と69節から75節を通して、ペテロお前もかという題でお話をいたします。私たちは人生においていろいろな涙を流します。この3月にも卒業式があって、そこには別れがあり涙があるでしょう。悲しい涙、切ない涙、あるいは恐れの涙、逆に喜びと感謝の涙と、さまざまな涙を私たちは流すことになります。先日中野ナザレン教会の北村敦美先生がお亡くなりになりました。もう突然のことで、もうナザレン教会全教会に衝撃が走りました。前夜式と葬儀に参列してまいりましたけれども、そこには愛する者の別れの涙、悲しみの涙がありました。愛する父を、愛するおじいちゃんを、あるいは愛する夫を、愛する牧師先生を、また幼稚園の先生でしたから、たくさんの子どもたちも本当にね、園長先生がね、突然亡くなったという、そういう悲しみの涙でした。けれども私たちはもちろん愛する者の別れは悲しいですが、イエス・キリストを信じることによって、十字架と復活を通して死んでも生きる、ね、復活の命が与えられているということを思いながら、そこに私たちは悲しみの涙ですけれども喜びの涙に変えられることをですね、期待いたします。今日読んでいただいた最後のマタイによる福音書の26章の75節には、激しく泣いた、ここにもペテロが泣いたというね、ことが記されているわけです。ペテロは自分は鶏が鳴く前にイエス様のことを三度知らないとイエス様にこう言われた、その言葉を思い出して、激しく泣いたんでしょう。自分はそうイエス様にね、あなたたちはつまずくと言った時に、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんとペテロは言いました。あるいはたとえご一緒に死なねばならなくなってもあなたのことを知らないなどとは決して申しません、偽りのない言葉だったかもしれません。その時はしかしその言葉を彼は守ることができませんでした。あれだけ啖呵を切ったんですよ。皆さんも啖呵切ることありますか？絶対に守るよ、絶対にって言っても守らなかったってちょっとなんか恥ずかしいようなね、あれだけ啖呵を切ったのにって。ペテロもそうじゃなかったでしょうか？イエス様をしてしまったので、もう本当に悔し涙、なんでだろうっていう、あるいはイエス様の十二弟子の代表であったペテロですから、自分を守るためだとはいえですね、自分を弟子としてイエス様は選んでくださったんですね。あなたを人間を取る漁師にしようって、そう言って選んでくださった、お立てくださった、また養ってください、育ててくださったイエス様に対して知らないって三度も言ってしまった、そのことに対する申し訳なさ、申し訳ない涙、自分の不甲斐なさ、だらしなさ、それにこう絶望した涙、私たちは自分の弱さや絶望に涙することはありますよね。どうして、仕方がない、どうしてこんなんだろうかって。ペテロは自分自身に絶望しました。そして自分の本当の弱さに気がついたんです。
まあイエス様はそのペテロの弱さ、足りなさもよく知っておられました。おそらく弟子として召された時から知っておられたんじゃないかと思うんですね。ペテロは自分の力に頼り、もう自分の力、もうイエス様の弟子となったということからもう本当にそれにうぬぼれてしまったところがあるかもしれません。ペテロと同じように私たちはそれ以上に自分自身の姿を見ることがなかなかできない、真の姿を見ることができないでいます。言い方を変えると自分の罪と欠点と弱さというものを、まあ、認めたくないと思ってしまう。私たちは競争社会の中で生きています。受験勉強も競争世界だけ得点を取らなければ不合格になります。良い点を取らなければ良い会社に就職することができません。ちょっとでも弱さを見せれば蹴落とされてしまう、置いていかれてしまう、いやもう潰されてしまう、弱さを見せてはいけない、そういう社会の中で私たちは生きています。ですから自分の弱さを認めたくない、認めてはならないと思うけれども、本当の強さというのは弱さがないこと、いや弱さを認めないところから来るものではなくって、本当の強さというのは弱さがあるということを見る、弱さがあるということを認めるところから来る、それは聖書が言っていることだと思います。第二コリントの12章の9節には、弱さの中にこそキリストの力が表されるんだ、私の大好きな御言葉です。弱いから、私は弱いから、この弱さの中にキリストの力が現れるという約束をもういつも握りしめているわけです。だからパウロはその弱さを誇るって言ったんですね。弱いことが素晴らしいんだって言えた、それはキリストが働いてくださるということを信じていたからです。弱さを持たない人など存在しないでしょう。人間である限り弱さというものを私たちは持っています。そして私たちはその弱さのゆえに失敗し罪を犯してしまいます。罪を犯してしまうものであるけれども、私たちはイエス・キリストにあって罪を犯したとしても失敗したとしても失望に終わらないっていうのが聖書の約束です。イエス様はこの弟子たちにね、今夜あなた方は皆私につまずくって言ったんです。私は羊飼いを打つ、すると羊の群れは散ってしまうと書いてあるからだ。イエス様はよく書いてあるからだとおっしゃる。これは旧約聖書の引用です。ゼカリア書13章の7節を引用されたんです。わざわざ羊飼いが、ね、羊を撃つ、散ってしまうんだ、そのように弟子たちも散ってしまうって、まあ、これはイエス様が弟子たちに挑戦的に言ったんじゃなくって、私はね撃つよ、散らされるよ、そういう弱いものであることをちょっと見つめてごらんなさいって、お前たちも弱さがあるだろうっていうことをおっしゃったんじゃないかとこう感じるんですね。けれどもペテロはその言葉を挑戦的に受けたんですよ。散らされるよ、つまずくよ、え、つまずく、何カチンときた、挑戦的になった、だからそんなことはもう絶対にないっていうわけですよ。イエス様を見捨てるはずないでしょ、弟子なんだから。他の弟子がつまずいても自分は違うという自信があった、死んでもついていく覚悟が彼にはあった。ですからイエス様と全然違うところに立っているんですね。ペテロも、あ、自分にも弱さがあるかもしれない、あ、本当にイエス様を守る、そういう決意があるけれども守れないかもしれない、あ、知らないって絶対言うはずがないけど言ってしまう弱さがあるかもしれないっていう、そういうことをこう見つめるっていうね。ローマの信徒の手紙の7章の18節にはこんな言葉があります。私は自分のうちには私の自分のうちには、つまり私のうちには善が住んでいないことを知っています。善をなそうという意思はありますが、それを実行できないからです。私たちは良いことをしたいと願いますよね。みんな願いますよね、悪いことしたいと思うよりは。けれども意思はあるけど
実行できないことたくさんあるじゃないですか。パウロはそう言ったんです。良いことをしたいといつも思ってんだけど、できないでいるこの私がいるって。それは罪があるからだってね。私たちのうちには罪の性質があって、良いことをしたい、あの人を励ましたい、支えたいと思っても悲しませてしまうんだって。良いことできないんだって。だからそういう弱いものだからこそ、自分にはできないけれどもイエス様に助けていただこう、イエス様を信頼していこう、イエス様を委ねていこうっていうことになっていくんですけれども、その弱さがないと、弱さを認めないと、自分の力でということになってしまうわけです。ペテロはそうなっていったんですね。イエス様はこのつまずきますよって、ある意味でアドバイスですよね、考えてごらんなさいって。でもペテロはそのイエス様のアドバイスに真っ向から対立したわけです。そして自分の弱さを認めない、自分なんて弱くない、強い、頑張れる、できるんだ、自分の力に頼り、そして結局はイエス様を知らないと言って絶望したわけです。私たちもペテロと同じように痛い目に遭うことがあります。クリスチャンであります、神様を信じてます、でも痛い目に遭うことあります。クリスチャンになったら痛い目に遭わないなんて聖書書いてないんです。神様を深く信じてても、従っていても痛い目に遭うことがあるんです。自分自身に絶望することあるんですよ。イエス・キリストを信じていても、イエス様の十字架と復活を信じていても、従っていても絶望することないですか。自分の現状に、自分の弱さに、状況に。ですから神様、どうかこの苦しみを取り除けてください、この悲しみから助けてくださいって私は日々祈ります。そして助け出されることもあります。喜びが与えられることは、でも悲しみのまま、苦しみのまま、痛みのまま置かれることがあるんです。しかしその時に苦しみや悲しみがありながらも、イエス様は私たちを取り扱ってくださるんですね。取り除くという方法はしないけれども、取り扱ってくださるんです。痛みの中で、悲しみの中で私たちを支えてくださるんです。守ってくださるんです。私たちは弱さのゆえに、罪深さのゆえに、嘆き打ち倒されてしまうことがあるけれども、私たちのために命を捧げ、尊い血を流してくださったイエス・キリストなるお方が私たちと共におられ、私たちに回復を与えようと願っていらっしゃるんですね。そばにおられるんですよ。見えないけど。イエス様は、お前たちつまずくよ、散らされるよって言った後こう言いました。26章の32節です。しかし私は復活した後、あなた方より先にガリラに行く。イエス様は苦しみますよ、死にますよとおっしゃいました。でも蘇って復活した後ガリラに行くってはっきり言われたんです。死のままじゃないって言った。蘇るんだ。イエス様は全人類の罪のために十字架にかかって死にますね。全てが終わったって死にました。死にますけれども復活するんだ、あなたたちよりさらにガリラに行くんだってそうおっしゃいました。ものすごい具体的な前向きなことですけれども、ペテロはこのイエス様の十字架の死と復活を信じることができなかったんです。受け入れることができなかったんです。イエス様の十字架と復活を信じない者には、信じることができない者には、イエス様の罪の許しと復活の命に預かることができない。いや、預かろうとしないので、何に頼るかというと自分に頼るわけです。自分の考えや自分の力にしか頼れない、それしかない。ですからペテロはイエス様に信頼できないで、イエス様に信頼しないので、たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきません、私は大丈夫ですって、私に頼るわけです。たとえご一緒に死なねばならなくなっても、あなたのことを死なないでと決して申しません。死んでも大丈夫です。死んだら終わりですけど、死んでもついていきます。そういう他になかった。イエス様は信頼できないからです。
イエス様に、神様に頼らないものは自分にしか頼れないんです。逆に自分にしか頼っていないものは神様に頼っていないということになります。イエス様はヨハネによる福音書の15章の5節で有名な言葉です。私はブドウの木、あなた方はその枝である。人が私につながっており、私もその人につながっていなければ、その人は豊かに実を結ぶことができないと。私を離れてはあなた方は何もできないからである。イエス様を離れて私たち何もできないんだって。イエス様を信頼しないということはイエス様から離れていくということでしょう。離されていくということでしょう。自分に頼るということはイエス様を頼らないということだから、イエス様とつながっていないという結果になっていくんだと思います。パオロという先生はガラテの信徒の手紙の2章の19節20節でこんなことを言っています。私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。私はナザレの神学校と関西聖書神学校という2つの神学校を行きました。2つも行ったんですよ。2つも行かされた。いや、成績悪かったからもう一個行け言われた。関西聖書神学校でこの御言葉はもう中心なんです。もうこの御言葉につけられてつけられて、死ね死ね死ねってか、悪い言葉じゃないんですよ。イエス・キリストともに死ね死ねって言われる。まあ、最近またこの言葉に触れて恵まれたんですけれども、私たちはキリストと共に十字架につけられたって言うんですね。死んだって言うんです。だから生きてるの私じゃないって。皆さん私じゃない、あなた生きてるけど、私キリストが私のうちに生きておられるって、すごい御言葉だなって、最近ちょっと最近遅いんですけどね、前もそう思ってたんですけど、最近私のうちにイエス様生きてるの思って、こんな愚かなですよ、罪深いもう変なことばっかり考えるね、こんなもののうちにキリストが生きておられるって、これ奇跡じゃないですかね。奇跡、聖書書いてる。でもそして私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるんだってです。私たちがイエス・キリストの十字架と復活を本当にそうですねって信じていくときに、キリストがうちにおられるんですって。リビングバイブルではこう訳しています。私はキリスト様と共に十字架につけられました。もはや私自身が生きているのではありません。キリスト様が私のうちに生きておられるのです。私のためにご自身を捧げてくださった神の子を信じた結果、今私の体のうちには本当の命が与えられています。イエス・キリストを通して与える命こそ真実の命、本当の命だということです。私たちはイエス様の十字架と復活が私の罪のためであると信じて信頼するときに、イエス様はもうどうしようもない罪の中にある私の中に、あなたの中に生きてくださる、生きておられる。私たちがどんなに失敗しても、罪を重ねても、キリストは私の中に生きておられるって言うんです。罪を犯したらどっか行っちゃうんじゃないんです、おられるって言うんですよ。その約束を本当に信じていきたいと思うんですね。ペテロはイエス様が捕らえられた時、大祭司の中庭に入ったと聖書は書いてあります。大祭司ね、大祭司のところで裁判が行われるので、中庭に入った、入ることができたんです。まあ、事の成り行きを見ようとした、心配になった、気になったということです。他の弟子たちはゲッセマネの園でイエス様が捕らえられた時、イエス様を見捨てて逃げ去ったと聖書は書いてあります。ペテロもその時は逃げたんでしょうけども、やっぱり気になって、やっぱりこの大祭司のところにやってきたんですよね。
たとえみんながあなたにつまずいても私は決してつまずきませんと言ったあの言葉はまんざら嘘でもない。ペテロには自信があったんです。その大祭司の中庭まで入ること、そのことだけでも勇気のいることだったと思います。けれどもここから形勢が変わっていく。69節からのところですけれども、一人の女中の言葉ですね、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいたっていう言葉に凍りつくんです。ペテロはヒヤーっとなったことあります？皆さん、人の言葉に凍りつくっていう、面が割れていた、顔を知られていたんです。相棒の杉下右京さんがよく言う言葉は動かぬ証拠っていう言葉をよく言うんです。動かぬ証拠って、まさにもう顔が割れていた。ペテロはイエス様の弟子となった時から3年と少しの間、イエス様といつも一緒ですよ、共にいる。ですからイエス様の顔を知っていたならば、ペテロの顔も知っているはずです。弟子の代表格としてペテロは目立っていたでしょう。ペテロはイエス様の弟子であるということはもう本当に鼻高々、誇り高いことでした。キリストの弟子であることがどんなに素晴らしいことか、もう私はキリストの弟子ですよって言いたいけど、ここで言えない、言いたくないここは違う、もうそこでイエス様が裁判を受けてるわけですから。だからあなたもガリラヤのイエスと一緒にいたって言われて、っていうことですよ。ここでっていう、あなたもガリラヤのイエスと一緒にいた、致命傷です。ですからもう突然もうそういう状況の中で言われたので、ペテロの口から出た言葉は何のことを言っているのか私にはわからない、知らんぷりをした、政治家なんかでよくあるようなね、覚えてませんいう、覚えてないことないですよ絶対に、知りませんとか分かりませんとか、なんかいろんな証拠が出てきたってね、国会のねなんか やってますねいろんなね、ないいうでもあるんですねやっぱりね。人間が隠しても神様は全て見ておられるので、私は安心してるんですけどね、神様は全てのことを知っておられる。ペテロはイエス様との関係を否定したんです。なんか刑事のね取り調べのようにね、もう中庭にいることが都合が悪くなったので、もう門の方にこう出ていこうとするわけです。すると他の女中がペテロに目を留めて、つまりペテロの顔を見て、この人はナザレのイエスと一緒にいましたってまた言うんです。新たな証人が出てきたということですよ。ペテロは言いますよ、そんな人知らないって。再び打ち消した。何のことか知らないという先ほど言って、今度はそんな人は知らないって言うんです。なんかこうペテロにしては間の悪いというか、緊張した時間、このまま時が過ぎ去ってくれっていうことでしょうか、このままもう帰ってしまいたいって。すると人々が近寄ってきて、確かにお前もあの連中の仲間だ、言葉遣いでそれが分かる、もう言葉遣いでそれが分かるって、まさに動かぬ証拠ですよ。絶対絶命、もう証拠が揃った、証人も何人も揃った、もう堪忍するしかない、罪を認めろってあの刑事にね言われる、もう証拠も揃った、もう逃げ場がないぞっていう。皆さんと一緒に74節をもし読める方は一緒にお読みしましょう。74節、はい。その時ペテロは呪いの言葉さえ口にしながら、そんな人は知らないと誓い始めた。するとする鶏が鳴いた。そんな人は知らないと誓い始めた。呪いの言葉を口にしたって。リビングバイブルには、そんな男のことなんか絶対に知るもんか、これが嘘なら
どんな罰が当たっても構わないぞって。知らないってね。それが嘘なら、どんな罰だって、どんな罰だって受けるって。その時、鶏が鳴いたって。ハッとするんですよね。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言って。鶏が鳴いて、ペテロは気がつきました。鶏が鳴く前に三度あなたは私を知らないと言うって言われたことを覚えていたでしょうけど、いやそんなことありません、私は大丈夫ですって言っていたもんですから。ただ鶏が鳴いた瞬間思い出した。そして激しく泣いた。リビングバイブルには胸も張り裂けんばかりに激しく泣きました。もう男泣きに泣いたでしょう、声を出して。これはペテロだけの姿ではありません。これは私の姿であり、それはあなたの姿です。イエス様はこのペテロの本当の弱さ、足りなさ知っておられました。どんなにペテロが弱いかイエス様は感じておられたでしょう。ですからかつてペテロにこう言っています。シモン、シモン、サタンはあなた方を小麦のようにふるいにかけることを神に願って聞き入れられた。しかし私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。だからあなたは立ち直ったら兄弟たちを力づけてやりなさい。ルカの22章の31、32節です。もうペテロの弱さ、失敗、罪を犯すことよく知っている。だから私はあなたのために信仰がなくならないように祈った。ペテロのために祈られた主は私たち一人一人のためにも祈っておられるということです。私の罪の失敗を、信仰がなくならないように、江上玉城の信仰がなくならないようにってイエス様は祈っていてくださるということです。私たち一人一人のためにイエス様は取り出しておられるということです。十字架の上で父よ彼らを許しください、自分が何をしているのか知らないのですと祈ってくださったように、私たち一人一人の罪のために、弱さのために祈っていてくださる。私たちの持つ罪のために、滅びに向かっている私たちのためにイエス様は十字架にかかって裁かれた。私たちの罪の身代わりに裁かれて、尊い血を流しご自分の命、尊い命を捧げてくださった。そのことによって私たちの罪が許されるという驚くべき恵み、イエス様がよみがえることによって救いが完成されて、私は神の前に義とされて永遠の命が与えられる、そんな恵みをイエス様は私たちに与えてくださっている。それほどに私たちを愛しておられるイエス様は私のために祈っていておられる、祈っていてくださる。そのことを私は自覚して感謝したいと思います。私たちには、失敗がつきものです。罪を犯さないようにと頑張ってもそれをする力がないってパウロは言いましたね。意思はあってもできないって言うんです。ですから失敗しないように努力すること、罪を犯さないように努力することはとても大切なことです。けれども私たちの罪の身代わりにイエス様が死んでよみがえられたんだって示している聖書の言葉を私は素直に信じたいと思います。イエス様の言葉に挑戦的になったペテロは絶望しました。あなたの罪のためにキリストが十字架にかかって死んでよみがえったんだって語る聖書の言葉を素直に私たちは受け入れたいんです。イエス様が弟子たちに語られ、自分を見つめるようにって示されたように、私たちも自分の罪深さと弱さを素直にね、認めて、確かにあるイエス様がそんなでも罪ある私を愛しておられるということ、私の魂を救い、罪を許し、義とし、永遠の命、復活を与えてくださると約束しておられる、その聖書の言葉を素直に私たちも受け入れていきたいって思うんです。そして安心したいんです。
私たちはこの週も自分の弱さを痛感するかもしれません。なんて弱いんだろうって、なんて足りないんだろうって、自分の罪深さに絶望するかもしれません。ああ、こんなクリスチャンなのか、クリスチャンなのにこんなのかって。でももうすでに私たちの贖いはイエス・キリストの十字架と復活で完成されている。そんな弱い私たちをイエス様は守り支えてくださる、そばにいてくださる、そして愛してくださっているんだ、そう言ってくださる、そのことを信じて私たちはこの週もイエス・キリストと共に、ね、与えられたところで、それぞれの歩みを全うしたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、受難節第三手術を迎えて、私たちはイエス・キリストの苦しみを思っておりますけれども、この日曜日は主がよみがえられたことを記念する日ですから、それは喜びの日、感謝の日であることを覚えます。ペテロは自分の力に頼り絶望し失敗をしました。取り返しのつかないようなイエス様との関係を本当に否定してしまいました。でもイエス様はそのことをご存知で、もうすでにペテロのために祈り回復を与えておられたことを本当に感謝いたします。私たちも弱さのゆえ、罪のゆえに失敗することがあり、罪を犯すことがあります。でもそんなもののためにもうイエス様が十字架で尊い血を流し命を捧げてくださった、死んでくださったことによって私たちの罪を許すと約束していてくださったことを心から感謝いたします。そのことを素直に信じて受け入れてありがとうございますと、罪許されたものとして、神のものとして、どうぞ歩ませてくださるようにどうぞ導いてください。私はよみがえって復活して先にガリラヤに行くと、そう約束しておられるイエス様の言葉を信じて今週も会いましてください。弱さと痛みの中にある兄弟姉妹たちの上に癒しの技が速やかになされますように、困難と戦いの中にある兄弟姉妹たちの上に新たな介入が与えられ、助けと励ましと勇気が与えられますように、また苦しみを持ちながらも痛みを持ちながらも主がなさってくださっているそのご配慮、愛を、祈りを感じることができるように、お一人お一人を支え強めてください。明日からのお仕事や学びの上にどうぞ主の守りがありますように、新しく4月から学校に入学する人たちの上に、その準備の上にもあなたの守りと導きをお与えくださいますように。今日から塚本芳樹先生がこのアバダイ教会に本当に来てくださって、特に青年担当牧師として、また本当にこのアバダイ教会を本当に導く器として主がお立てくださって本当にありがとうございます。どうぞ先生と本当にこれから私良きお交わり、良き仲間として歩むことができるように、この後持たれます就任式の上にもあなたが豊かに祝福してください。こうして寒い中、時間と財を捧げて礼拝を守るために座れた一人一人の上に特別なるあなたの祝福を与えください。弱さのため、お仕事のため、事情のため、直接この礼拝の場に来れなかった方たちはそのところであなたを見上げることができたことを信じますが、また御心ならば第三礼拝にも導いてくださるように、恵みの時を心から感謝して尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。新聖歌89番をもって共に主を賛美いたします。
献金をいたします。献金ご奉仕、関口姉妹、梶原麻里姉妹、中野姉妹、お願いいたします。献金はクリスチャンが感謝と献身の印に捧げるものでございます。ご用意のない方はどうぞやり過ごしてくださいませ。お立ちいただきまして、感謝のお祈りを関口姉妹にお願いいたします。お祈りします。ハレルヤ。愛する天の父様、今日も許されてあなたの御前に集い礼拝を捧げる恵みを心から感謝いたします。神様、今日も江上先生からメッセージをいただきました。ペテロが心弱くあなたを知らないと言っても、私はあなたのために祈っていると、共に大きな愛を持って十字にかかり、私たちのために祈り慰めてくださりますことを、今日も再び教えられたことを感謝いたします。神様、あなたの愛を十分いただいていますが、証しすることはなかなか難しいです。でもあなたの愛によって私たちを尊く用いてください。また神様、今あなたからいただいた多くの恵みをあなたの御前にお返しいたします。あなたの御用のために用いてください。また神様、今日から赤塚先生がユースのためにここに用いられていることを感謝いたします。どうぞ先生のためにあなたが大きく用いてくださいますようにお願いいたします。このお祈りを愛するイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。唱詠新聖歌63番を賛美した後、江上先生に祝祷をしていただきます。
青い子に願わくば我らの主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが我ら一同と共に今も後も限りなくあらんことを。アーメン。お座りください。今日私の礼拝に初めておいでになった方をご紹介します。杉本みどり様と近藤さや様、お立ちいただいていいですか。初めて来てくださってありがとうございます。お願いします。どうぞお座りください。祝福の祈りを先にさせていただきたいと思います。この3月に誕生日を迎える方、あるいはこの3月に受洗日、イエス・キリストを信じて洗礼を受けた記念日の方、あるいは結婚記念日はその